ミン君、どうかしましたか？体調が悪いんでしたら、今すぐお薬用意しますから。お夕飯大丈夫ですか？食欲ないんでしたら、お粥か何か軽いもの用意しますけど。そうですか、わかりました。それじゃあこれから準備しちゃいますね。あれは多分私の願望だったんだと思います。リン君のこと好きで好きでたまらないのに、だけど一歩下がってしまっていた私の、それが昨日の夜の件で意識するようになってしまって、
リン君には明日ないって思われるかもしれませんけど、私はずっと思ってました。リン君に抱かれたいって。私はリン君のことが好きです。誰よりも、誰よりも。私にはリン君以外の人は考えられません。愛してくれとは言いません。いえ、むしろ私のことは絶対に好きにならないでください。でもお願いですから、好きでいさせてください。私はリン君を愛しています。答えはいらないです。いえ、むしろ答えないでください。もし答えを聞いてしまったら、きっとみんな終わってしまいますから。それじゃあ私はお風呂いただいちゃいますね。おめでとう。お二人の門出を祝しまして、ケーキを焼いてまいりましたの。それで、リンちゃんどうだった？楓の初めて。ほほー！僕はファーストキスの感想を聞いていたわけですが、そこでそういう発想が出てしまいますか。はい、カネハ。
それで楓ちゃん、念願かなってどうだった？そんな、僕としては好きなもの同士だったらそんなに恥ずかしがることでもないと思うけど。僕だって彼派だって他の女の子だっていずれは経験することでしょ。女性にとって最も大切なものを最も大切な方に捧げたわけですもの。嬉しくないはずもありませんわ。よかったわね、カエデ。これからはいっぱい可愛がってもらわないと。リンちゃん逃げるような男じゃないし。いや、私はリン君には。僕だって相手がいれば、そのいいの。僕のことはとりあえず今日はお祝いするからね。お祝い。では早速垂れ幕を飾りますわね。リン君ごめんなさい、掃除機をかけたいのでちょっとの間だけダイニングの方に行っててもらえませんか。リン君お待たせしました。リビングの方掃除機かけ終わりましたのでどうぞ。しましたかリン君。
ください。確か冷蔵庫の中には餃子やシューマイくらいなら問題なく作れそうかな。そうですね、本当ならこの時期はお父さんが山に行きたがってる頃ですもんね。あの公園でもお弁当とか持っていけば立派に遠足気分です。はい、もちろん大賛成です。それじゃあ今からお弁当作りますね。
ことですし、一人分ですから。私の仕事ですから、リン君はできなくていいんです。むしろできちゃうと私が悲しみます。でも気持ちいいですね。ここいい風の通り道です。ところで、こんな天気のいい日に食べるお弁当は美味しいですよ。じゃないかと思っていました。どうぞ、召し上がれ。飲んでもらえると作ってきた甲斐があります。いっぱい食べてくださいね。気になりましたか、リン君。はい、とても気持ちよさそうな寝顔でした。ちょっと膝枕させてもらっちゃいましたけど、寝苦しくありませんでしたか？枕はさせてもらいましたし、リン君の寝顔も見れましたし、とっても楽しかったです。難しいです。いや、それは。
何か不思議な気持ちです。すごく安心できるというのか。それじゃあお言葉に甘えちゃいますね。